Z4 リヒャルトバイツェンは、ドイツ海軍の1934型駆逐艦。由来は1918年3月、北海で沈没した領艦の乗員を救助中に、植来し戦死した第14水雷艇船隊司令、リヒャルトバイツェン少佐。1937年4月13日収益。1939年9月、第二次世界大戦が始まると、ドイツ沿岸の紹介と、 イギリス本土南岸での機雷不設任務に従事。1941年6月、バルバロッサ作戦開始に伴い、ノルウェーに進出しムルマンスク攻撃の任務に就く。8月10日、コラ半島沖で、ソ連省海底、SKR-12OZ10 と共同撃沈。しかし、ソ連軍の空襲で損傷し、なるびくで調査したところ機関の故障が判明し、本国に開港して、 ドック入り。その後1942年1月24日、キールからブレストへ開港される。1942年2月11日、ケルベロス作戦に参加。5月15日、リュッツォーを護衛して、シュビーネムンデから、ナルビクへ進出。7月には、p 9 7戦団の攻撃にも参加。その後は、ノルウェー沖で、機雷不設任務等に従事。 1942年12月30日、JW51 バイト戦団攻撃のため、アドミラルヒッパーを護衛して、フィヨルドから出撃。12月31日、戦団攻撃中に救援に駆けつけたイギリス海軍の巡洋艦シェフィールド、ジャマイカをヒッパーと5人、接近したところ砲撃され、両艦 Z16 を失いつつも離脱に成功する。 その後1943年4月末、ドック入りのため、ドイツ本国へ帰還。1943年10月27日、整備を完了し、ナルビクへ向かう途中、ノルウェー沿岸のカルムスンで座礁。現地修理の後、2ヶ月かけて本国へ開港されたが、損傷はボイラーにまで及んでおり、戦線復帰は1944年8月となった。この時干渉を、 クリッパーバウに変更した。以後は、ノルウェー沿岸で、紹介や、船団護衛に従事。1945年4月24日、早朝、デンマークからノルウェーへ向かう船団の護衛中に、イギリス空軍58.50に飛行隊の空襲を受け損傷。オスロフィオルドへ退避し、ドック入りするもすでに修理ができる状況では、なくなっており、 修理に5ヶ月を要すると判定されたそのままの状態で終戦を迎える。その後イギリスに引き渡され、1947年に解体された。ありがとうございます。